みなさんこんにちは、みずきあんの青色 TV、 イエーイ、始めました。今日はプチプラなコーデの紹介をしたいと思います。ちなみに今回買ってきたお店はアベイルと島村です。で、アベイルと島村に行ったんやけども、島村の方があんまりなんか安いのがな少なかったのでアベイルと足してやってみましたので、そちらも参考にしてみてください。それではどうぞ。皆さんどれさか、値段を見てもらったら分かると思うんですけども、全て1000円以下というな、もうなんか買い物した時にな、あれ2000円みたいな2000円で3着ぐらいの本当のレベルなんで、ぜひ皆さんも島村やアベイルでこの同じようなものを探してみてください。やっぱりもうセール商品なんで売れてるものはなくなってるのがすごい出てると思うんで、早めに早めに行くことをすごいおすすめします。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。